フェリックス・ブリッヒは、ドイツのサッカー審判員。国際サッカー連盟登録及び欧州サッカー、連盟エリートカテゴリーの国際審判員。2007年10月17日に行われた UEFA ユーロ2008予選グループ G ルクセンブルク対ルーマニアの主審を担当したのが国際審判員としてのデビュー。2008年2月には UEFA カップ2007から08のラウンド30にパナシナイコス FC 対レンジャーズ FC の試合を担当。2008年10月には UEFA チャンピオンズリーグ2008から09のグループ D リバプール FC 対 PSV アイントホーフェンの試合を担当した。ブリッヒは UEFA チャンピオンズリーグ2011から12準決勝チェルシー FC 対 FC バルセロナの第1レグを担当。2013年8月にはウェンブリースタジアムで行われた国際親善試合イングランド対スコットランドを担当した。2014年5月14日、ブリッヒはセビージャ FC と SL、ベンフィカの間で行われた UEFA、ヨーロッパリーグ2013から14決勝を担当。試合は延長戦の末 0-0 で終了し、PK 戦に突入したが、この試合の判定で物議を醸したと考えられていた。2017年5月12日、ブリッヒは2017年6月3日に、カーディフで行われる UEFA チャンピオンズリーグ2016から17決勝ユベントス FC 対レアルマドリードの審判として UEFA に選ばれる。副審はマーク・ボルシュとステファン・ラップ。第4の審判員はセルビアのミロラド・マジッチ。バスティアン・ダンケルトとマルコ・フリッツが追加の副審を務め、ラファエル・フォルティンが予備の副審に任命された。2018年3月29日、ブリッヒは FIFA によって自身2回目の FIFA ワールドカップである 2018FIFA ワールドカップの審判の一人に選ばれた。ブリッヒは副審のマーク、ボルシュとステファン・ラップとチームを組んだ。彼はグループ E セルビア対スイスの試合を担当したが、セルビアに PK を与えなかったことが物議を醸し、FIFA はブリッヒがトーナメントでそれ以上の試合を担当しないことを決定した。セルビア代表チームのコーチであるムラデン・クルスタジッチは、敗戦の翌日、私が彼をハーグに送れば、彼が私たちにしたように、彼らは彼を裁判にかけることができるだろう。と、ユーゴスラビア戦争の戦争犯罪を想起させるような暴言を吐いた。このため、クルスタジッチには5000スイスフランの罰金を課された。UEFA ユーロ2020で彼は復帰し、ラウンド16の1試合、ベルギー対ポルトガルと、準々決勝、イングランド対ウクライナ、そして準決勝、イタリア対スペインの試合を担当した。スポーツに関する博士号を取得し、法学博士号を取得している。ありがとうございます。